どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、北米市場において日産リーフの販売台数が急速に回復基調に入り、特に四半期前の販売台数については8年ぶりの販売台数を達成してきたということについて、なぜモデル末期感の強い日産リーフの販売台数が回復してきているのか、その北米市場の電気自動車動向についてを含めて徹底考察。日本市場における最直近の3月度の電気自動車の販売台数が底を擦れ、テスラが史上最高の販売台数を更新しながらも、そのモデル3の販売台数に限りが見え始めているかもしれない可能性。日産についても電気自動車の販売台数が COVID-19 以前の水準にまで回復、そしていよいよ日産アリアの納車をスタートしながら、その気になる販売台数についても明らかに。の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、北米市場において日産リーフの販売台数が急速に回復基調に入り、特に四半期前の販売台数については8年ぶりの販売台数を達成してきました。まず今回の北米市場における日産に関してですが、我々日本市場と全く同様に2010年の12月から世界初の本格量産電気自動車である日産リーフの発売をスタートさせており、その当時のカルロス・ゴーンが直接アメリカ政府などと交渉しながら、急速充電器の設置だったり電気自動車購入の際の補助金を増額させるなどの要望をロビー活動によって通すなど、いずれにしても電気自動車シフトによって一気化成を図ろうとしていたのです。しかしながら、その世界戦略車でもあった日産リーフに関しては、その北米市場においてはほとんど通用することがなく、完全に不発に終わってしまったということになり、その後我々日本市場と全く同様にマイナーチェンジなどの手こ入れを行うことによって、一時期は月間1万台に迫るような販売台数を記録することができたものの、その後の販売台数はこの通り完全に減少の一途をたどってしまっていたのです。その一方で日産に関しては、リーフのフルモデルチェンジバージョンである現行型を北米市場においては2018年から納車をスタートさせており、こちらは後で詳しく解説しますが、そのフルモデルチェンジによって我々日本市場においては史上最高の販売台数を記録することができたものの、今回の北米市場においてはもはや販売台数が上がることすらなかったというレベルの不発具合であり、それではなぜフルモデルチェンジを果たしたにもかかわらず北米市場においては不発に終わってしまったのか、それはその2018年に圧倒的な競合車種が誕生してしまったからであり、それがテスラのミッドサイズセダンであるモデル3の存在だったのです。こちらのモデル3に関しては、北米市場においては2017年の後半から納車をスタートさせ、ようやく生産体制が安定し始めた2018年以降は、北米市場だけでなく世界で最も売れた電気自動車にすら君臨したわけで、そしてそのモデル3の電気自動車としての質、特に広大な大陸を有するアメリカ大陸でも充電の不安なく運用することができるように、大陸全土にテスラ独自の急速充電ネットワークであるスーパーチャージャーを配備しまくったことによって、ファーストカーとしても極めて実用的かつ大衆車価格帯で発売することに成功したことで、まさに今回の日産リーフのモデルチェンジバージョンとガチンコの競合車種となってしまい、当然ながら圧倒的マジョリティが日産リーフではなくモデル3を選択した。したがってリーフの販売台数が完全沈黙してしまったということなのです。そしてそのフルモデルチェンジからすでに4年が経過してしまったモデル末期感の否めない日産リーフに関して、今回新たに明らかになってきたことというのが、その北米市場における2022年第一四半期の販売台数が底をされ、なんと4300台オーバーと前年同四半期と比較しても 1.5 倍程度の販売台数アップを達成しながら、その第一四半期という観点ではなんと8年ぶりというレベルの販売台数を達成することさえできたという、ある種衝撃の販売台数が記録されてしまったのです。実は本チャンネルにおいては、昨年である2021年の8月頃に同じく北米市場における日産リーフを取り上げて、もしかしたら2022年以降の北米市場におけるリーフの販売台数が少しばかり持ち直すかもしれないという推測を立てていたわけですが、なんとその予測が的中してしまったということであり、それではなぜこのリーフの販売台数がこのモデル末期状態で持ち直しているのかといえば、その昨年8月に発表された2022年モデルのリーフ以降、大幅な値下げを断行してきたという流れであり、果たして一体2022年現時点で発売されている競合車種と比較してどれほどのコストパフォーマンスを達成しているのかを、特にテスラモデル3とこの半年ほどバッテリーのリコール対応で生産が中断していながら、ちょうど4月中から生産が再開した GM シボレのボルト EV とを簡単に比較していきたいと思います。
まず日産リーフについては日本市場と全く同様に 40kWh と 62kWh という2種類をラインナップしながら、モデル3についてはエントリーグレードの RWD でおよそ 62kWh、 シボレーボルト EV についても 65kWh と同じようなバッテリーサイズを搭載。その一方で満充電あたりの航続距離に関しては、高速道路時速 100km でクーラーをつけても達成可能だというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPS サイクルベースで、リーフ E プラスが364km を達成しながら、モデル3RWD は 438km、 シボレーボルト EV も 417km と同じようなバッテリー容量を搭載しながら、航続距離ではやや劣る、つまり電費性能で後塵を排しているのです。また充電性能に関しては、やはりモデル3がぶっちぎりの充電性能を達成、しかもその上大陸全土にスーパーチャージャーが配備されているということを加味すれば、やはり北米市場を電気自動車で長距離走行するのであれば、モデル3一択であるということは紛れもない事実であると思います。しかしながら、今回最も注目しなければならないのがその値段設定であるわけで、ご存知の通りモデル3に関してはこの1年間でとてつもないレベルでの値上げが行われてしまい、2022年4月10日時点において46,990ドル、日本に換算して587万円からという、すでにプレミアムセグメントの車種となってしまっているわけですから、なかなか手が出しにくくなってしまったという方も中にはいるのかもしれません。その一方で、今回の日産リーフに関してはなんと27,400ドルからのスタート、つまり日本円に換算しておよそ342万円からのスタートと、モデル3と比較しても実に250万円近い値段設定の差、仮に電気自動車としての質が似通っている E プラスと比較してみても、その値段設定の差は180万円以上にも及んでしまっている。したがって、確かに充電インフラなどの兼ね合いから、モデル3のようにファーストカーとして購入することはできないながら、昨今のガソリン価格の急騰を相まって通勤用などのセカンドカーとして今回の日産リーフを購入するというユーザーが増えてきているのではないかということなのです。しかもその上、現在日産に関しては電気自動車購入の際の税額控除を適用することが可能であり、その一方でテスラや GM についてはどちらも税額控除を適用することができず、すると日産リーフ 40kWh の場合、実質の購入金額は2万ドルを切ってくる、つまり248万円程度から購入することができてしまう。より電気自動車としてのスペックが近しい E プラスであったとしても、実質の購入金額は311万円程度と、まさに破格の値段設定となっていることによって、これまで一貫して減少基調だったリーフの販売台数が押し戻しをスタート、そして今回の2022年第一四半期については、日産の内燃機関車を含めた北米市場の全体の販売台数が 29% という大幅減少を見せながら、リーフだけは 49% もの大幅上昇を達成したということなのです。いずれにしても北米市場における日産については、この秋にもフラグシップクロスオーバー EV であるアリアの納車をスタートさせますので、そのファーストカーとしての需要についてはアリアが、そして今回のリーフについてはこの北米市場において最も安価な電気自動車として、主にセカンドカーとしての需要をそれぞれうまく開拓することができそうである、その日産の電気自動車の販売台数には今後も注目していきたいと思います。2つ目のニュースに関してですが、日本市場における最直近の3月度の電気自動車の販売台数が底すれ、テスラが史上最高の販売台数を更新しながら、日産の電気自動車についても絶好調、特にアリアの納車台数がついに明らかになってきました。まず今回の日本市場における電気自動車の売れ行きに関してですが、既にホンチャンネルにおいては毎月のようにアップデートし続けているわけですが、やはり世界と比較しても明らかに普及が進んでいない電気自動車発展途上国家であるということで、それでは実際に最直近である2022年3月の電気自動車の販売台数を詳しく見ていきたいと思いますが、まずはじめに日産リーフやテスラのような搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみで走行する完全な電気自動車と、ガソリンエンジンも搭載して両方併用して走行することが可能なプラグインハイブリッド車の販売台数の合計が7762台と、なんと日本の歴史上数千年において最も電気自動車の販売台数が多かった月という、まさに歴史的な偉業を達成してきたということで、特に先ほども少し触れた通り、日本市場については2017年に新型プラグインハイブリッド車の販売および日産リーフのフルモデルチェンジの販売が重なったことを受けて、その電気自動車の販売台数がピークに達したとは、この通りなかなか販売台数を伸ばすことができていませんでしたので、ついに数年ぶりに電気自動車の販売台数ベースで歴史上最高を更新することができた
得点になりました。ただし新車販売全体に占める電気自動車の販売割合を示す電動化率に関しては 2.7% と直近の1月度に記録した 3.1% という数値を超えることはできていませんので、実際は決算月ということで新車販売全体がボリュームアップしたことを受けて電気自動車の販売台数も盛り上がったということにはなりそうですが、やはりこの電動化率の変遷を示したグラフを見ていただければ近年の電動化率の落ち込みを完全に脱出し、いよいよ電動化率が上昇基調に入っていることがお分かりいただけると思いますし、ちなみに完全な電気自動車のシェア率についても 1.5% とこちらの歴史上最高水準のシェア率を達成することができていますから、プラグインハイブリッド車よりも完全電気自動車の方がさらに需要が増加していることも伺えると思います。それでは気になる3月度の電気自動車の人気車種ランキングを見ていきたいと思いますが、まず日本メーカー勢の電気自動車であるホンダ E とマツダ MX30 に関してはそれぞれ55台と9台ということで、特に MX30 については2022年に突入してから2台、4台、そして9台と倍々という圧倒的な成長を達成してきていますから、納車がスタートした昨年である2021年1月に記録した97台という最高の販売台数の数値にどれだけ近づくことができるのかに大いに期待していきたいと思います。次に販売台数ランキングで第2位にランクインしてきているのがおなじみのテスラ社となっていて、テスラに関しては現状モデル3しかラインナップしていないわけですから、そのほぼ全てがモデル3の販売台数ということになりますが、その販売台数というのがなんと1201台という圧倒的な販売台数を達成してきているということになり、こちらは日本国内のテスラ社のみの販売台数を見ていただければテスラジャパンの歴史上最高の販売台数であったということがお分かりいただけると思います。ただしこのテスラの販売台数についてはこれ以降は様々なハードルが待ち受けているのではないかと推測していて、というのもまず第一にテスラ社というのは各四半期の最終月に納車台数を集中するという戦略を採用しているために毎月ごとの販売台数に一喜一憂してもあまり意味がないわけで、よってこちらの四半期ごとの販売台数の変遷を示したグラフを見ていくと、ちょうど1年前にモデル3の大幅値下げを行ってからというものを順調に販売台数を伸ばしていったことが見て取れる一方で、最直近の2022年第一四半期に関しては3月度の販売台数こそ歴代最高を達成しながら、四半期ベースでいくとかなりの販売台数の減少が見て取れるわけで、確かに第一四半期については一般的にテスラ全体の販売台数が最も少ないことから当然のように捉えることができるとは思います。しかしながらそのテスラのグローバル全体の販売台数の変遷を見てみると、この通り直近の2021年第4四半期と比較してもほとんど同一の販売台数を達成、むしろこのように9四半期連続で成長を達成していたわけですから、つまり何が言いたいのかといえばグローバル全体では販売台数が成長を続けている一方で、我々日本市場においては販売台数が下落、しかもその下落度合いもこれまでの下落幅とは一線を画すかなりの下落幅となってしまっているのです。こちらの販売台数の下落の理由に関しては不明ながら一点考察可能であるのが、そのモデル3の注文数がある程度上限が見え始めてしまっているのではないかということであり、やはり特に今年の2月までは479万円から購入することができていたものの、特に現在ではそのエントリー価格が549万円からととてつもない値上げとなってしまい、しかもその上その値上げによってかよらないか現在世界的にモデル3の納期が伸びているにもかかわらず、なぜか日本市場だけがモデル3の納期がさらに短縮されてしまっている、このことからもこの大幅値上げによってその受注台数にも影響が出始めているのではないか、いずれにしてもこのモデル3の需要の増減がはっきりするのはこの第2四半期以降の販売台数となりますので、それらの動向に特に注視するべき、一方で仮に程なくして待望されているモデル Y の注文がスタートした場合はそのモデル Y のおかげで販売台数が一気に上昇することでしょうから、ごく一時の懸念材料であるのかもしれないということですね。そして日本市場で最も人気の電気自動車に君臨したのが日産の電気自動車となっていて、その販売台数が2437台となんとモデル3の倍以上という圧倒的な販売台数を達成していますので、特に日産については決算月ということもあったでしょうが、その電気自動車の販売台数がなんと COVID-19 によるパンデミック以前にまで回復しているというまさに回帰を達成したということになりそうです。そして日産に関してはいよいよこの3月から正式にフラグシップクロスオーバー EV のアリアの納車をスタートさせ始めたということであり、残念ながら最直近の3月度における販売台数はまだ確定していないながら、すでに2021年の12月度に3台分の販売台数を記録しながら、直近の2月度についてはすでに27台という販売台数を達成していますので、特に正式な納車がスタートしている3月度
に関してはおそらく100台以上という販売台数に期待することもできそうですから、そのアリアの販売ですが分かり次第情報アップデートしていきたいとは思います。いずれにしてもいよいよ日本市場に関してはテスラモデル3と日産リーフの販売台数の急増によって歴史上最高の販売台数を達成することができましたし、さらに日産アリアおよびテスラモデル Y やヒョンデアイオニック5など続々と新型電気自動車の納車がスタートしていきますので、もしかしたらこの2022年の年末には歴史上最高の電気自動車の月間販売台数で1万台なんていう記録的な数値を目撃することにも大いに期待していきたいと思います。電気自動車購入いってらっしゃい。